それではここで本日の試合レギュレーションをお知らせします。試合は前後半各45分90分で勝敗が決しない場合は引き分けといたします。ベンチ入りは18名以内、交代は6名以内となります。そしてモンテリオ山形サポーターズさん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。それではアウェイモンテリオ山形のスターティングメンバーです。背番号1ゴールキーパー山岸範弘、背番号15ディフェンダー栗山直樹、背番号3ディフェンダー渡辺光大、背番号13ディフェンダー石川達也、背番号6ミッドフィルダー山田拓海、背番号5ミッドフィルダーアルセ、背番号27ミッドフィルダー高木俊也、背番号16ミッドフィルダー佐藤雄平、背番号25ミッドフィルダー由紀光也、背番号9ミッドフィルダーディエゴローザ、背番号11フォワードディエゴ、そしてリザーブの選手です。背番号31ゴールキーパー富井大輝、背番号23ディフェンダー瀬川和樹、背番号24ディフェンダー荒堀健二、背番号17ミッドフィルダー鈴木優斗、背番号19ミッドフィルダー梅橋貴英、背番号8フォワード林良平、背番号26フォワード長藤歩、監督は石崎信弘監督です。清水慎太郎、監督
そして背番号12アリーチャーサポーター